皆様こんにちは森子です今日は「成功ジャズキャンプ2023」から「紅紅ナクのね講座で面白いなと思った話をしたいと思います。えー、お題はですねソロはいつやめるべきかソロは何コーラスでやめるべきかというとてもね興味深い話です。 え私もね、ジャムセッションのホストとかしょっちゅうやってて、まあ本当にちょっと長くソロを取りすぎる人っているなと思ってるんですけれども、まあね、大体みんなやめどころがわからないんだと思うんですよね。どこでやめるべきなんでしょうね。で、これに対してベニー・メナクはあの非常に明快な答えを出していました。次のコーラスで、今のコーラス以上のことができないと思ったら、そこで、まあ、そのコーラスでやめろということです。 つまりまあソロを取っていて今が何コーラス目でも次のコーラスでより何か新しいものを付け加えられるよりいいことができると思わないのであればそこでソロはやめるべきですということですね。これはですね私あの常々こう生徒さんの練習方法とか見てても思うんですけれども練習の時にはね例えば10コーラスでも20コーラスでもやっていいんですよ。ややっっぱりねたくさんやってるうちに ふと新しいアアイディアとか新しい何かが出てくることっていうのはあり得るんですねですがその練習と一緒に、えー、今は2コーラスしかやらないとか3コーラスしかやらないとかコーラスを決めて練習するっていう練習も絶対やってほしいんですねそれと一緒に。というのはですねあのやっぱりソロ,にソロってその内容だけじゃなくて構成というものがすごく大事でその 1>, 1コーラス目より2コーラス目、2コーラス目より3コーラス目の方がこうだんだんディベロップしていくっていう感じね、こう、発展していくっていう感じもやはり、えー、心がけなければいけないわけですよね。そしてそういう練習もしなければいけないと思っています。えー、本当にね あの10個ラスでも20個ラスでもすごいことができる人っていうのはまあ例えばあなたがジョン・コールトレインやソニー・ロリンズだったらできるかもしれないですけれどもなかなかそうはいかないわけですよね。そして例えばねオスカー・ピーターソンなんてライブアルバムとかですぐだーって長いソロとってるやつも本当に素晴らしいんですけれども例えばあのオスカー・ピーターソンのまあ例えばですね ガーシュリーソングブックとかコールポーターソングブックみたいに曲をこう主題として聴かせるものなんかはね本当にピーターソン一コーラスぐらいしかそれ取ってないんですけどそれがまた本当に素晴らしいんですよねやっぱりそういう演奏もできるようになりたいなと思いますよね、えー、そういうことも考えてやはりそのコーラスを決めてから練習するこれもすごく大事な練習方法だと思います、えー、もう一度ね最後に言うと ソロのやめ時は、今のコーラスより新しいことが次のコーラスで付け加えられないと思ったらそこでやめなさいというのがベニベナックの教えでした。えー、というわけでまた